ジュリアンヌ・ニコルソンはアメリカ合衆国の女優である。1971年、マサチューセッツ州メドフォードに4人兄弟の長女として生まれる。高校卒業後はニューヨークへ渡り、モデルとしてキャリアをスタートさせた。半年後、パリへ渡りモデル活動を経て帰国。その後は大学へ戻り、2年間学業に専念した。1997年から女優として活動を始め、テレビドラマなどへ出演。1998年にマイケル・ケイン、ジェームズ・スペイダー出演のカーテンコールで映画デビューを果たした。テレビドラマでは、アリー・マイ・ラブやER緊急救命室などの話題のドラマへ出演し、2000年に放送されたホラードラマ、霊能者アザーズでは主役に抜擢されている。テレビや映画で活躍する一方では、ニューヨークを拠点に舞台へも出演しているほか、近年では映画8月の家族たちでメリル・ストリープ演じる主人公の娘役も演じている。2004年にイギリス出身の俳優ジョナサン・ケイクとイタリアで結婚した。二人の間には2007年に長男、2009年に長女が生まれている。ありがとうございます。